どうもラマです。ナナです。せーの、よろしくお願いします。第1回コムドット選手権ということで、今日やっていくのはコムドットのその全員の挨拶が終わった後にあのヤマトが言う何々は何々みたいな感じ。コロナ期間中のやつはずっとループして見てたから、なんか覚えてるのよ。それを俺は覚えてないから携帯見ながら何々は何々って言ったら、その動画を挨拶だけで当てるっていう企画をね、今日やっていこうと思います。なのでとりあえずお酒とおつまみを出していきたいと思います。はい、せーの、はっということでね、ビールとリンゴハイを準備しました。はい、それではせーの、せーで、やっ仕事終わりのビールは美味しい。してねえだろ、お前。せーの、せーで、いただきます。いただきます。今日もご飯作ってくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。はい、ということでまずはナナがコムドットを好きになった経緯をさ、話していきたいなと思って。ナナはヤマト君一筋だから、最初からヤマトから入って、そう、顔から入って、結構ね昔から見てるんだよね、コムドット。でそっからもう大好きになって全部見てるよね。そうだね、うん、はい、ということでね、本題入っていきます。ちなみにこれちゃんとみんな聞いてるか分かんないけど、俺この問題をやるためにさ、問題を探すためにいっぱい最初の挨拶見るわけよ。でもね、言ってることね面白いよ。早速やっていきます。第1問目、野球部の乳輪がでかいやつは恥ずかしがり屋。ゲップ、ゲップせずに香水を歌いきる。正解です。キモ。チャンネル登録よろしく。で今見てもらった通り、まあ、じゃあ当てていけるんだけど余裕余裕。でも考えないと出てこない時もある。あ、変な期間とか言ったらきつい。めっちゃ前とか、あ、全然きつい。そんなん全然言えないと思う。そのちょっとの期間覚えてるだけだから、めっちゃ見てたから。じゃあ2問目いきます。はい、でれん細い女子、まつげ長い。これはね、単純だからこそ難しいっていう俺のね、心理、人の心理をねついてやってみました。おう、自腹ユニクロコーデ、かぶったら自腹ユニクロコーデ。なんということでしょう。正解です。イエーイ。でも最初自腹しか出てこなかった。そうだね、確かなんか自腹のやつだったかなって思う。では行きます、次3問目。はい、ということでね、次は当ててほしいです。いきますよ。さっきも当てましたけど。あ、そうね。じゃあこれは俺は結構思い入れのある曲いきます。魚住、魚触れない。本気バスケ対決足りない足りない足りない、負けたら負けたら即坊主、本気バスケ対決。すげえ。正解です。あ、危なかった、本当に思い出せなかった。これやっぱね、魚住はね、スラムダンクのキャラだから、そういうの分かってないで覚えてるでしょ。魚住、うん、っていう人がいるんだな、魚って魚だから魚触れないんだなみたいな感じで覚えてる。チャンネル登録よろしく。それでは次いきます、4問目。お土産、濃ゆいやつ、友達少ない。やばいでしょ、偏見も程があるよね。男ならどんな状況でも値上がれ。男ならどんな状況でも、違う、あ、ちょっと確認しますよ。すごい。TikTok でね、コメント来たんだよね、ヤマトから。うん、来たの。だってそのコメントですら引いてたからね。これは怖すぎ、これは怖すぎ。それでは用意してきた問題は最終問題だよ。最終問題、5問目、5問目、5
五問目です。ジョージに質問です、はい。サッカー部のディフェンダー文化祭の時無邪気ダンボール吐き。ヤマト君脳内カオスすぎて脳内カオスすぎてなんとか置き去り人類置き去り。これならさ、はい、食らってると思う。正解、よし全問正解。負けた。結構ね探したんだよ、なんか再生されてないとかはないんだけど、別にこれは覚えてないでしょみたいな、この企画覚えてるかなみたいな感じのやつ。戦ってるわけじゃないんだけど、今度このロッカーの企画みたいなの呼んでほしいね。緊張して無理かもしんない。何も喋んないじゃん。何も喋んない、人見知り大爆発だよ。はい、ということでね、全5問終了しました。やめて、上手で叩くの。ビンタと一緒だから。終了して、結果見ても、動画の内容見ても、完敗しました。はい。なんか秘訣って何？もう、勉強と一緒？数学の公式覚えるのかと一緒？違う。勉強じゃない。はい。あ、じゃあ歌を覚えるのとかと一緒。そう、もう勝手にって覚えようと思って覚えてないもん。皆さんもそういう経験は終わりでしょうか。そうですよね。ないと思いました。この子が特別なだけです。気持ち悪いと思った人はチャンネル登録、気持ち悪いと思った人はいいね、気持ち悪いと思った人はコメントで気持ち悪いって書いてください。それでは次の動画でボマミーしましょう。せーの。